お願いします。たくさんのご来場いただき本当にありがとうございました。そして、昨日やっぱりこういうゲームしないといけなかったし、本当に、自分たちで自分たちを追い込んでしまったんですけど、試合、昨日の試合の後も今日のゲームの前も選手たちに戦術じゃなくても相手の話をしました。で、それにしっかり今日答えてくれたんで、本当に選手たちのように頑張ってくれたと思います。ただどうしてもまだまだそういうところがあるチームではあるので、でも昨日のゲームからこうやって今日みたいなゲームをやってくれる子供たちを指導しててマジで大変です。マジで大変ですけど、やっぱりこのなんかメンバーの可能性を僕は本当に信じてるんで、こういうゲームをまた来週もいい準備して続けていきたいと思います。そのためには皆さんと一緒に戦わないと僕ら力もらえないんで、ぜひ、バスケットライブもそうですけど、アウェーでもホームでも一緒に戦ってください。残りにもう本当数試合なのでよろしくお願いします。一緒にプレーオフ行きましょう。静岡県の皆さんありがとうございました。今シーズン本当に強かったです。僕らとしては相性が多分あんま良くないチームで、本当に P3 から上がってきて1年目と思えないいいチームでした。まだ全然お互い可能性決まってないんで、もしかしたら2つうちから、うちと静岡もプレーもあると思うし、最後まで本当に分からないので、一試合試合このメンバーのパフォーマンスポテンシャル信じて戦いたいと思います。またホームで会いましょう。アウェーで勝って帰ってきますんで、よろしくお願いします。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。選手、コーチが退場しなさい、手を振ってコートを一周しながら退場しますので。